私はいろいろ日本は各地行ったんですが、ちょっとパパジアースはまだこう日本の観光の経験が少ないので、まずは日本の文化を知れる浅草なんか行ってみたいなって思いますね。まずは雷門の前でパパジアースと写真を撮って、まあありきたりなんですけどお参りして、そしてそうですね、スカイツリーなんかも行ってみたいなって思いますね。パパジアースっていうキャラクターなんですけど、こうリンちゃんがオフィシャルチャリティーサポーターを務める上で最も大事なこうキャラクターというか、いろんなことを読み取れたらいいなと思います。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあいろいろこう舞台挨拶の前に自分の中でシミュレーションというかしてたんですけど、なかなか緊張して自分の思った通りにはいかなかったんですけど、でも映画の魅力はバッチリ伝えられたと思うので、ポップがいろんな方に見てもらえるのではないかと思います。はい。